B バサミですが、なんとジュピターは B4。 サイトには3人だ。中に入っていくゼファー、ここは鳥かご状態。いや、竹 J レータの空中からスタート。しかしメデューサマンチキンと取り返していく。人数状況は3対3。 B サイトには2人の状況。ディフェンダーサイドにはバースが控えています。体力低いメデューサもいます。人数イーブンではありますが、ここはバースが人数差を2人の石が繰り出していく。しかしネスがそれを返す。ネスが2キル目。ただ1暴れてるゾルヨン。ラストはクロー。クローも体力低いので勝負しにくいですね。うわ、スパイクボード逃げた。抜いた。ワンワン。お、設置。上から来る。おお、ネスだ。設置完了。さあヘブンしたゼファーのジャッジです。これ裏2ですよね。ラズとレイターが裏を取っているので、そこにうまく合わせてのリテイクとなるでしょう。抜きにくい位置にリオン、ゼファーが控えています。ネスはオフアングル。1人目レーター落とした。どうだ。ここはフラッシュをしっかり食らってラズが取り返していきます。挟まれる前にどうするか。クレイジーラ君挟んでいく。ジュピター、しかし抑えてる。メデューサ、マンチキン、しっかり数キル奪ってラズが裏から来るところをマンチキン抑えますが、時間ないぞ。ラズは2キル、時間はありません。ラズもここはキープの判断。その代わりバースもキープです。2人が飛びま す, ます、ね、うん、まあ2人飛ばせて、これは1人移ります。ただリオンもまさか3人がいるとは思わないでしょう。さあこれに対してネスはどうする。なんと人数状況3対5、武器が苦しい。いや、なんとジュピターが取りそうだ。ここはジュピター、アブソリュートジェピター。さっき A 開け目にしていましたが、あ、今度 A 夜。お、ここ上からゼファー。ブレードストームでラズを落とし切りました。ラズを抜いて今度はキャットレータが控えます。手前にはゼファー、出ていく。おっ、ネスのカバーが入りました。ただ武器は回収。メインではバースとマンチキンの打ち合いがありました。バースはさらに出ますが、ここはリオン。ここで人数状況は4対1。残るはタケジェ。あの位置も一度見せてますね。ここでの打ち合いはバースです。かった。カバーが入ってるゼファも間に合いませんでした。いいとして入ることが多いですよね。ここはレータ、いい角度です。レータが見てから何かあればなってますが。ここは、いいヤクルですね。外しました。珍しい。ここはタレットを置きながら、ネスが続ける。人数状況イーブン。これで分からなくなりましたね。中に入っていく。いや、これユーサー。いつもの形ですよ。ハンターズフューリー上がりました。下がった。ネスは下がって、リオンは時間稼ぎで一人で削りたいような位置ですね。もうナノスワームはありません。リオンはもうヘブンを取っています。リオン対タケジェの打ち合い、仲のいい打ち合いが始まりそうだが、まずは黒の取り返しが始まります。この解除は黒、珍しくガチ解除。黒、これ、いや、止めた、止めた。いった、黒、いや、しかし、止めた。解除はしていません。なんとです、現在4キル。なんとレイズからのエントリー、目の前には竹で、3人目はここはしっかりジャンプ中。ラズがライトバックです。キャット何も見えません。素晴らしいカバーのパラノイアが入りました。ここにはスモークです。さあどうでしょう、レータの動きはどうなりますかね。抜いていくのはリオン。いやー、キープですかね。キープですよ、さすがに。これはクローの抜き次第でしょうか。2人倒せるんであれば。いや、でもうまく防ぎ、フラッシュは避けました。マンチキン上からようこそ。ラズをまずは倒していきます。ハンターズフューリーも避けます。ここにはタケジェが待っています。さあタケジェのテリトリー、ボートハウス。今度はカウンターのバース、対空打ち落とした。ここもワープは阻止、設置まで行きます。残りは15秒。ロックダウンまで込み、ハンターズフューリー打ちましたからね。このカウンが2ラウンド連続となると5000。今回は前目です。動きカバーをつけないとできません。しかしラッシュです。タケジェが待ちます。スローブ、そして無理やりいいバリアオブですね。ここは3人で突破。もうアビリティがないステージに対してのプレッシャーです。ヤクロのカバーがいいですね。一時交換。さあここから問題はメデューサがどこまで裏取り、そしてスピーディーにワンキル取れるかです。そうですね、味方も時間稼ぎをしなければこの裏取りは成立しません。ただいや、見てるぞ、
見てます。後ろ取った、抜いた、片付けた。リテイクによく時間をかけるアブソリュートジュピター。あ、ただ割り切りましたね。これはその強ついて裏からメデューサ、しかしもうエントリーは始まっています。中のマンチキンどうする、1人目、2人目は苦しい、確定する。ショック脱は2つあります。これはガチ解除にも見えますが、バーサー心臓が強い。しかし解除間に合った、解除間に合っています。政治がここにいるのもバレました。さあこれで人数がある程度バレました。ここで打ち合い勝った。そしてメインではバースのペイント弾、一瞬でも今スリー、ここで打つ、時間稼ぎのショーストッパー、パラノイア一発打ちました。ブラストパックでの時間稼ぎ、もうもう2キル取ってる。なんとかバースを抑えた。ブラストパックピーク、手前にはゼファー、イルイチ分かっている、上からの頭の上に乗りました。時間稼ぎが、これもキープだ。なんとクレイジーラック前半で9本目を取得することが大事だというふうにね考えていただきたいですね。さあここはラズが前に出ます。ハンターズフューリーの返しもあります。ここは守りからのアクションを変えました。いやー、ショーストッパーが少し手前に乗ってバース耐えられるか。このジャッジ上下気合のジャッジ、魂がこもっています。魂がこもっている。絶対勝ちたいんだバース。あと30秒、魂をジャッジだ。4キル、まあ警戒してますね。うん、警戒してます。乗った乗った、マンチキン取り返しはどうでしょうか。かなり削られている両者です。いや、ただ設置はできてる。中に入っていくゼファー、あくまでタンクの役目、カバーに入ったマンチキン、メインには逃げれてない、全員中だ。さあゼファーの命をうまく味方のものにしました。きついぞ、クレイジーラクーン、ショックダッツも入っている。残りはレーター、バレてる。ワンオンスリー、絶望のフェイントだ。立ち回りがうますぎる。バック入れて、さらには壁を入れて、しかし熱が耐えます。昨日もありました、熱のここのリコイルコントロール。2人目、いやー硬すぎる熱、熱のソックス。そしてここにはクロウが残された。いやー、外にスパイクが落ちましたよ。何もできないポジションです。ガレージ2人、ジャンプピークで見るリオン、パラノイアが入りました。行くのはゼファーです。いやー止まらない、落としてもいい。このね、やっぱりジャッジであれば意外です。ここは絶対にかまなければいけません。12対3です。そしてオペレーター購入ゼファー。いや、岸さん、はい、このようなラウンド差がつくとは僕は。ああ、ここさらにダカバの追加です。で1-1交換、マジキン1-1交換、バースが見えました。ここは1-1交換、落とせるのか。それもただこのスモークが開けると、目の前にはゼファーのオペレーターです。あと30秒、カブボールはありますからね。今から B に行ってもネス、 A に行ったらこのゼファー、スモークはありません。フラッシュ入れた、抜いた、なんとかワンキル、ブルドックで黒が抜きました。まだあるぞ、設置するしかないぞ。一人抜いた、2オン2、かけて抜いた、どうだ、苦しい無理買い、ワンオンツーからワンオン、クラッチプレー、ネスが今日は負けていない。これで13対3、想像していませんでした。僕もそうですね。3ラウンドですよ、まだ1マップ目ではありますけれども、対策しているはず、あえていきます。設置はどうするか。これマンチキン、さらに行く、マンチキン、人数で押していきます。ただラズのナノスワームでネスが落ちました。マンチキン、ゼファーと2キル取って、これで4対3、一旦ポイントは確保できました。落ち着くまで時間かけて設置まで行きますか。打ち合いが始まります。ロングレンジ、黒の2キル、距離感は分かっているゼファー、フレンジーの距離に持っていきます。フレンジー、お見事、レーターバレていません。ここでのピーク、1人目刺さったぞ。開始のスロー分はあって中には入れません。バリアオーブで時間稼ぎ、上に乗ってくる敵もレーター見ています。3キル目避けて4キル目、いやー負けないぞ。エースもあるが、アブソリュートジュピター狙うというより無理はしないでしょう。人数かけて詰めていきます。レーター、角度を変えた、タケジェイを潰した。最後はバースが抑えました。レーターの4キルで
やっそうですね。ただ勝負にかかったマンチキン。くたばれ。そしてクロウがそのマンチキンを抑えました。いやどうでしょうね。レーターは前に出る。あくまで抜いています。おお両方対応した。苦しいポジション。これがワンチャンス作る動きです。一瞬のタイミング。ヒヤッとするシーンでした。取り返し3対3。ネスは残っています。ナノスワームはもう設置してあるでしょう。上からクロウ丁寧ですね。ショックダーツでナノスワームを破壊。確定する。あとは体で出なければいけません。タレットを置いているラズ。ラズとネスの対決か。リコンボールが見えている。動きだ。ここはロックダウンの判断ではありません。ラズ対ネス、エース対決。ラズはガチだ。ガチだ。止めた。ファニスタックガチプレイ。来ました。はい。中に入っていくゼファー。来ました。ここはいいリコンボルトとの相性。しかしナノスワームが設置してありますけれども、関係ないゼファーは2キル目。いやどこまで詰めるのか。設置これで通りますね。3キル目は許しません。クロバイクを設置。クローが生きているのでナノスワームのケアというのはもちろんできると思いますが、もちろんショックボルト対策で後入れになるかな。いやもう投げてるか。スネークバイトもありますけれども、ここは時間稼ぎ。マンチキンは、いや冷たい策だこれ。止めています。いや硬いですね。林のメデューサ、ネスとラインを形成していきました。やはりこの壊していきます。対策のブームボット、反応します。ワンキル。しかしラズはシェリフでマンチキンを落としていきます。2キル目奪った武器、これは大きいですね。ロックダウン上がりました。これチャンスありますよ。センターではバース、マーシャルで抜きました。なんと2オン4。返していくメデューサ、2オン3。あと30秒。武器を奪えてますからね。ロックダウンが上がっていますネス。ハンターズフューリーの返しがあるクロウ。ハンターズフューリーは打ちません。素晴らしい動き。手前にはバース、レータ。お見事スリフティ。はあ、こうファーストキルはレータ。生き生きしますねレータも。この角度レータ一瞬見えました。2人目、3人目も見えています。このスモークでレータが逆に見えにくいです。位置の報告は入っています。ハケジェが抜きます。最後はリオン、ワンオンスリー。スパイク回収してフロムザシャドウズという可能性もありそうですが、そこをやらせません。ラズ、ここにはアラームボットがあります。ショックダンスで壊してから。今のフリック早すぎた。3人目はどうだ。3人目逆転したぞ。逆転した。武器のプレゼント。昨日はソルダム、今日はゼファー。4人目はやらせません。しかし手前にはリオン。これは気づかない。なんとスリフティをスリフティで返す。いやこれさすがにセーブじゃないですか。オペレーターではキープでしょう。さらに壁を立てて時間稼ぎ。ただ割れました。タケジェイが最初に倒されて足止めの要因はいなくなった。メデューサもクロウを倒して、ここでハンターズフューリーでの足止め待ち構えています。ロックダウン破壊ですね。そしていやリオンの続き。この抜きは大きすぎる。チームとしてのミッションは削られてしまってもいいんですよ。あのオペレーターを保持させないことが目的でしたからね。ゆきしろさん抜きましたよ。今抜きましたか今のは。クレジットのことも考えると、ここでブレードストームを上げたい、カバーに入りました。ラズ、ファーストキルはジュピター。ハンターズキューリーを撃っている中、ネスが前に出る。ただ後衛のマンチキンが倒されました。そうですね、人数差が生まれましたし、全体的に体力かなり削れているので、このラウンドは挟む形ができています。ラズとしては A から抜けないように見るだけ。なんと攻め守り入れ替わった。ここでの攻防3対3。囲い込みました。リオン分かっている。1人目、2人目、3人目はネスのカバーだ。なんとか対応しましたが、クラッチキングは今回はラズ。足音も聞こ。ゼファーだけラークの構えを見せます。ああ、もうラークするしかないといった状態ですかね。
そこをレーサー、ワンタップで落としていきました。さあ一方ポイント側、箱裏にナノスワームを打って一旦警戒、そしてラスがナノスワームで設置を止めました。残り38秒、まずはスパイクを回収して設置しなければいけない、うん、バズピット盛りだくさん、全てのアビリティを使ってアブソリュートディフターを聞いて、どうだネス、ナノスワームで足止め、パレットも反応しました。時間稼ぎ、しかしリコンボルトが刺さって位置がバレました。メデューサ、リコンボルトは残り1秒で上がります。なんとか抜き切った。残り13秒、設置解除できました。これ設置するしかありません。無理やり設置するしかない。残り7秒、しかしそのカバーに入った、割れた。メデューサ解除成功。割っちゃいましたとも言えます。あー使いましたね、うん、センターでのワンキル、そしてゼファーもジャッジでワンキル取って、さすがに武器の差がありますが、レータもなんとか拾いました。これ武器取れましたね。ちょっとレータスピーディーな後半、うん、設置をしたいところではありますが、ここは隠れ設置、1人目、マンチキン、2人目が見えたが、ここは黒がなんとか打ち勝ちました。上からゼファー、武器の差を今度は逆転しました。リコイルコントロール勝負、体力そこ抜きましたか。一番出てますよこれ、ラスト黒、ただリロード音が鳴りました。裏からリオン打ち切ったが一発入っています。オペレーターを構えますが、ここはクローのキルからのスタート。おっと3対4ゼファー難しいぞ。人数状況逆転です。ここも外した、バースが打ち切った、しかしネスのカバーが入った。これで2対2、これ少しまずいですね。ちょっと今回はゼファーの、ただリオンがサイドを取りました。ラークのラズが倒されて、ラスト1オン2、ラストはバースです。手前にいます。おお、バイパーズピットが上がりました。ワンチャンス来た、しかしここは打つ余裕はありません。最後はリオン、そしてディフェンダーサイドから寄ってきた3人を正面で打たせて、リオンは裏取り、バイパーズピット中。さあこれ設置止まりませんよ。その間にメデューサがワンキル取って、これで3対4、取り返し、人数状況は有利です。しかしバイパーズピットがあります。ロックダウンど真ん中、ハンターズフューリーでの開始、うん、見えました。ただこれで裏にいるのは分かりました。バースは中にいます。しかしここ横を向いた瞬間、メデューサ入ってきます。12本目、もちろんあとはない状態、アルティメットも全てない、満身創痍ジュピター。12対5、先ほどのマップも同様、かなりのラウンド数、はい、この差が開いていきます。しっかり我慢してこの A サイトを守っていきます。あ、抑えた。1でも生き残ればそれだけでも大きい。ワンキル取ってからの索敵、人数多く移りましたね。これで寄りますよ。ここで抜き合い、バースがワンキル取ってマンチキンは抑えますけれども、4対4、早めの取り返し。さらに人数状況が悪化していくジュピター。うわー、抜かれた。2対4、守れるのか。いやー、バイクは守れるのか。タケジェ、タケジェ、しかしワイヤーリュート最後はね。いや、なんでしょうね、今のリオンの動きもそうですけれども、チーム全体としてこう車線をうまく管理しながら戦っていくのが本当にクレジット。これ本命ですね。トレイルブレイザーが入ります。中に入ってくる、ラズファーストキル、流れはジュピター。ファーストラウンドやっとジュピターが取れる。綺麗なラッシュが取りました。取り返しのクレイジーラクーン、かなり削られた、飛びました。そしてロー2人、まだ設置ができてないのが少し怖いですね。ただここは回復、うん、バイクを設置。ゼファーとマンチキンの取り返しです。いや、ここゼファーが抜けたのがでかいぞ。2-on-3、バースレイター、ラズ、うわ抜きました。抜いた、この抜きは大きいですね。ラスト1人挟んでいきました。あ、どう悪さするか、うん、ちょっと怖いですね。3人目、これがタケジェです。タケジェ乗ってきた。ファーストキルはラズ、男待ちをしていました。クローは今度は待ちます。乗ってきたジュピター、挟み込み、ラストはゼファー、
先に取り返しをしていた分寄りが遅れました、うん、3本目はここにリオンも加わってきます、うん、さらにゼファもサイドを取っていった黒人数がしっかり分かりましたね。あと30秒出てくるところを落としていきます。ここは連携を取ってです削ることを優先してます。素晴らしいリコイルコントロール。最後はラズ、もうフラッシュファイズだ。共に入っていく。ただリコンボルトで位置がバレました。決め打ちをしますが今度は上からの決め打ち。ただ中にいないという情報自体は取れて手前にはレーサー。しかしここはマンチキの対応。一方ゼファーのワンキルも入ってこれで2対5です。残り1名。うわー遅い。中での打ち合いも始まっていますがメデューサのハンターズフューリーある程度位置は分かっているか。バースが見えました、最後の打ち合いではマンチキンです、うん、4対1クレイジーラック。これは危ないと感じましたかね。うん、フラッシュ返し。ファーストキルはラズ。暴れてきますラズ。リオン2キル十分です。ここでショーストッパー。ここも対中だ。ここでのダブルピーク。うまいですね。しかしメデューサノラクエルボー特定されてます。掘り返しが始まる前にタケで勝負。うん、しかしメデューサシベレーターゼファー銃口が見えたぞ。ファーストキルはマンチキン。一方ラズが返す。フラッシュアウトからのフェイク。フラッシュを入れて熱のいる位置をある程度判断できました。シーカーが一つキャベツ残っています。窓お店の実家から出れません。いやラズがあのこの位置まで飛ぶことによってなかなかこのサイトに侵入しにくい状況が続きますが取り返した。削れた横にいる横。しかしここは側面を取られました。ワンオンツーリオンの取り返し。影が向かう。まずは隠れます。中設置です。うん、正面でのレイタバレましたね。バレました。手前での勝負狙いに行く。ここはワープを一旦して裏取り警戒。正面での打ち合いはジュピター。おお、うまい。エコラウンド3対3。パラノイア入れてランプに相手を封じさせましたけども。これマンチキン、マンチキンのポジション。マンチキンジャッジですよ。刺さった。スパイクドロップ最悪の位置。ジャッジの時間は残り40秒。ネズラさん1個武器を取りに行きますよね。残り13秒でのクラッチは、クラッチから1人目。あと1人目。あ、抜けない。弾がない。え、クラッチだ。やはりクラッチキングだ。クラッチキングバラバラになりましたね。ラウンド9詰めてる。ファーストキルはバース。まだ離婚は打ちません。あ、ここから打ちますか。一瞬見えて、しかしここは離婚ボルト打つ前に倒しきりました。リオンも倒されて一人いるようなイメージがありますけどね。そうですね。しかしちょっと危ないが、レータがなんとか止めました。ラストはネス。これもクラッチキングか。これスパイクちょっと怖いですね。しかし抜かれた。アケジェの抜きで。そうですね、ここが見れていなかったというのが痛かったでしょうか。うまく隠れてました。このゼファーが寄れた理由も浴場でのドローンに反応しなかったと。残り1名、はい、B でキャリアダウン。ここにエリアコントロールが大事というのが分かりました。そうですね。ちょっとした設置まで結びつけました。ハンターズフューリーの開始。2発目はゆっくり。3発目はタケジェを狙った。3発目体力は10のゼファー。ショックダーツ。素晴らしいショックボルト。そしてタケジェ2キル重なってましたかね。うーん、ちょうど被っていましたね。ラストはマンチキン。シーカー合わせてた。両方合わせていきました。1人2人ブレードストーム中。サイドを取りました。ただ抑えた。設置はキャンセル。残り10秒。どうだ。設置は無理やり間に合うか。走るリオン。ここは警戒してますね。わー、設置リオンが倒して設置はキャンセルされました。ラウンドとかクレイジーラクーン。リオンのショートの取り返しはいかがでしょうか。タレットが置いてあります。タレットを壊してからですがどうしても乱暴取られているので。アケジェ、おお、見えてなかったでしょ。食らいながらゼファー倒しきりました。いや、抑えられた。ラストクロー、横は取りましたが1オン3の状態なので足音がします。仕留めたぞ。うまい。1オン21人ずつ倒していくクラッチキング。リコンボルトが丁寧です。さすがのメデューサ、うん、ディフェンダーサイドエルボーはまだ取れていません、うん、ファーストキルはネス。これで5対4です。
ここでも待っていますね。 S 待ち構えます。ペイント弾でゼファーが落ちました。中に入っていくタケジェ、取り返しは失敗、うん、8対6。最後はシンギュラリティのモーションが入りました。まだ入っています。ランプの取り返しがまずはスタート。ショックダーツの構えです。ネス対バース、ここでの打ち合いはネスです。かったんでかいですね。これで裏取り警戒は完璧。正面での打ち合いはタケジェ、ゼファー、クローと 1-2 交換。ただクローが続ける取り返して 2-on-3 で、これはあくまでフェイク。レイターの取り返しが始まった。 1-on-3 ナノスワームで設置は一旦阻止しますが、ここはガチの解除成功ですね。マンチキン自ら行った。これは噛み合った。さあダブルキルからのスタート。こうなると窓もいるかもしれない。そんな絵が見えました。帰っていくメデューサ、ここは打ち合いを求めたラズ。しかしメデューサが勝ちました。ヘブにはリオンと入ってる2キル。素晴らしい。背面を取りましたリオン。あと30秒、ラズが行くなら俺も行くぞって感じですかね。飛び込みましたね。またもや2 on 4。おお、抜きました。抜きましたね今。そしてチーカ取り返したいという思い。バレたぞ。リテイクジェ。しかしそこはリオンが抑えた。最後見えた。リオン打ち合いません。ワンオンスリー。ここでの打ち合いはゼファー。ヒロトのピーク。ブームボット。さらにはリコンボルト。ショーストッパーとペイント弾、すべてのアビリティを使ってマンチキンが足止め。さらに深くいく。ほう、設置完了です。進みましたね。さあここからの配置です。ロング2エルボー1。ただ人数有利であります。あとはメデューサのハンターズフィーリーがあるので早めに会場を立てる必要がありますね。中に入ってグラブ、うまい。一人目パーティータイム当たるぞ。二人目、人数状況5対2。マンチキン、さすがに5人は難しいか。ラズは落とした。解除中、タケジェの解除中は落とせません。マンチキン3球、あ、しかしタケジェの解除が、あ、いや間に合った、間に合っている。一瞬のタイミングで裏を取ってチャンスをつかむために使いました。さすがにあれだけこう情報がついて味方から指示もらったんだと思います。メデューサが後ろ構えます。エルボーでの攻防、ここでの勝負はメデューサです。メデューサが勝った。ハンターズフューリーを持っているメデューサが残っているのは非常に大きい。スパイク設置完了。エルボーでの攻防避けている。これはフェイクだ。しかしゼファー思い切って前に出る。リテイクが始まった。絶望のバンナー、しかし抜き返した。ワンオンフォー、いや人数差が厳しすぎますね。いくら苦労といえどこれは2人目取られるとクレジットが苦しくなる。アブソリュートジュピター、裏取りのマンチキン、11本目スノーザン。10対12のラウンド、ファーストキル。おお、勝負しに行った。飛んでから勝負からのワープ。ハンターズフューリーを積極的に打ちました。バースが出る、しっかりつなげていく。前回王者の意地、しかしゼファーも返しました。どうだ、気合のバース。リコンボルトも入った。横取った、横取った。ゆっくりクローも覗いていきます。残り20秒切りました。神谷音は聞こえた。サイドを取ります。ここでの打ち合いはリオン、残り12秒、設置まで持っていった。設置しかありません。エルボーからはオペレーターの音、ラズです。ワンオンツー、ディメンショナルドリフトはちょっと使いにくいか。頭が見えた、使いました。特定しました。フラッシュが入る、戻ったぞ。ワープした、勝負は繋いだ、繋いだ、ラズが繋ぎました。飛んだ、飛んだ、もうエデューサー飛べした。アイスランドまであと4キル、見えました。横にはレーダー、助けた。2人目、中に入っていくのが分かった。頭の家避けた、竹地はレーダーと続ける。4対2、人数状況逆転、オーバータイムか。設置はできてません。これも避けている。撃つしかない。バーストショーストッパー。見えた。ランプ1確定です。おさ、待ち構えたレーダー。これはオーバーだ、レーダー。ボット反応しました。バースも中に入っていきました。リコンボルトに反応しました。ネス。エルボーから覗いた。マンチキンを抑えただけで。中ではネスが耐えた。ネスが粘れるかどうか。パラノイアが来て、何も見えないネス。さらにはメデューサ。
詰ませる。上からだけで横からバーベル。しかし、リオンのカバーが入った。その側面をレイザーが取った。ワンオッズ。ラストはエースゼファー。ただ武器が。うわ、これは外した。あと10秒。レイター、あえて手前で守る選択。手前映ったぞ。いやー距離外れた。ブリンからのイン。スクローが抑えて13本目はアブソリュートジュピターです。ジュピターの強さ、まだまだジュピターは耐えられます。まだ諦めていません。それどころが入っていることは読めてますね。ナノスワームをしっかり使いますが、頭1個出るところにははみ出てる。しっかりペイント弾が入りました。しっかりこれで窓からのワープで窓3の形、そしてショートでは裏取りのレータ4対3。有利になった。そして1人レータ中セッチ2オン3。ゼファーオフアングル使ってるけど2オン4です。圧倒的有利状況だ。レーター大回りする。ここで時間使います。リテイク、これ時間使って確実に4人で取り返す動きです。フラッシュが入りました。タケジェ先行、ネスのワンキル。ゼファーを外した。バースが取った。どうだラスト、ワンオンツー。うわー入った。バースの4キル逆転し、今一番はいホットになってると思います。索敵する。オーバータイムの強さ、今まで何度も見せてきました。まあ相手が離れたタイミングを狙おうという時間稼ぎです。まあここはスモーク、スモーク、そしてフラッシュを入れての設置です。ここだ。スパイクを設置。スパイク設置完了。ここだ。そしてマンチキンがスカイですからね。すごい構成ですね。ここはフラッシュ入れてラズの取り返し、マンチキンが返すがラズの2キル。スルンスイ。体力はメデューサ、クロウともに少ない状況。ローヘルスです。11交換なんとか削りましたね。削れている2人。リローサ回復が入りました。リコンボルト、ハーフまではいけました。黒本気の解除はやめました。メデューサの取り返し、ここは黒一人倒しますがハーフまで行っています。駆け引きはメデューサ勝ち。ロングセッチに対してはまずはマンチキンのトレイルブレイザー、まずは一つの抜き。3人で構えていくロングに対してはスモークです。政治がいないので無理やりな縦壁戦。ゼロ距離フラッシュからマンチキン抜ける。3キロ。いやでも利用ケアできるか。当たってる。誰も見てない。スルー1人目、2人目、誰も見てない。スルー。残り1、これはクリアリングミスです。そうですね、いないという思い込みがありましたね。まあ確かにあの足音聞くとA2 配置で1人寄って、かなり引き目のリテイク構成だろうというところになりました。1つ目のフラッシュ、そして扉を開けてディメンショナルドリフト打ち合いが始まりました。そしてラズを解除しながらバースのカバーが入っています。 2-2 交換から2対3。人数状況不利。クレジラ君リオン1人だ。かなり射角が厳しい状況。キルトレードできてますね。メスのタレットを置いてピークです。誰とダウン。ここでの打ち合いはタケジェです。しっかり抑えました。いやこの位置気づくか。ポータルが閉じた。タケジェと合わせてダブルピーク、4人が構えるポジション。メデューサの2キルからのスタート。第6ラウンドはただよりも早いですね。エントリーが始まりました。サイドを取ったゼファー、ここはキープでしょうかね。わお、危なかったですね。これ2対3ならワンチャンス、バースがキル取れればですかね。メデューサー下がります。ああゼファーちゃんと見てます。キープになりますか。逃げられないと判断しましたかレータ。いやここで行くぞ。アサルトに持ち替えた。ワンオツサイド取った。ワンオツクラッチ。レイター行きました。なんか待ち構えます。いやシーカー来た。シーカーの返し1人目、2人目はゆっくり下がりながらカバーを待ちましたが、そこをラズが打ち抜きました。ラズの動きいいですね。
3対4。ロックダウンの反応。ハンターズフューリーで返していきます。うん。そして、ロックダウンは解除され。ここは打ち抜きます。解除できてないですね。解除はできていません。2人目です。ラスト1オン3。時間はありません。中に入っていく。まあ、これによってもう解除はできないと判断ができました。リオンが飛ばされました。しかもややオフアングル気味なポジションに気づけるかどうかなんですよね。レータ大好きなポジションですね。しかも開幕マンチキン落としましたよ。2人目セクシー、時間が3人目見えました。ここは覗きますがネスに落とされます。ゼファーは耐えます。オペレーターは目の前、タケジェとバースのツーマンセル、横から黒、さらにはラズ、ワンオンフォーです。この距離感ではリオンも難しいでしょう。2回、3回目で下がるのがバレました。いやラスト、バースのオペレーター。オペレーター。結果的にアルティメットを吐いたんだけど、クレイジーラ君は落としてしまうというラウンドになりましたね。さあ、フラッシュ、フラッシュ、2個入れて返っていきます。マンチキンもフラッシュを返してフェイクです。しましたね。2個目は本命。下がっていく。いた、しかし手前にまだいる。バースのカバーが入ります。この射線さらにバースも覗きますけれども、 C とガレージには1人ずつ、B ではお互いすぐ違った背中を見せてしまいました。いやただ怖いのこれ。リオン、リオンスパイクだ。スパイクドロップ、ラズとクロウがそのスパイクを抑えます。いや痛くなるような位置ですからね。これは間に合ってるぞ。ハイキュー200、背中が見えた。ワンワン、キャンセル。クロワ、うわー、この駆け引き、フラッチプレー。進化を食らいたくなかったという気持ちの方が大きかったですね。トレイルブレイザーを壊してドローンで索敵成功。これで4対4。ゼファーの位置がだんだん分かってきました。先ほどの視界取り、うわー、一番ピンポイントで分かってましたね。今のフラッシュを入れながら入っていくが、なんとエコラウンド。おっと、ラストワンオフォー。位置も分かってる。スリフティーです。取ってしまいました。下がっていくところにこのシーカーが中に入っていく。マンチキンもゼロ距離フラッシュ。ゼファーとマンチキンでロングショート掌握、うん、5対2の状況を作りました。取り返し、前半ラストラウンド行くしかありません。ね、タケジェ、リテイク、1人目、2人目、1人目、なんとか攻めた、3人目、十分消せてるほうが体力がない、危ない、回復は、このスカイではできません、おー、ショックダーツ、いや、すごいセンスですね、今ので、ラズが先行していきます、トレイルブレイザーでビーナカ、しっかり把握してラズがいきます。離婚移りました。ただここはフラッシュも受けて下がっていきます。カバーのレイター2キル。ただマンチキンは入っていきます。ショックダーツ1キル。やばい、マンチキン2キル。位置が分かっている。ラストクロー一発当てますが、お見事。アデが宿っているのか、ある意味の仲間。ファーストキルはネス。ただ頭が見えました。音と頭、リオンのキルによってこれはC サイトちょっと時間がかかります。パラノイア入った。おっと、2人目ジャンプピークでしっかり掌握。残り30秒、しかしクロウがここをキルを取って2オン2。いや十分な時間稼ぎです。取り返しの時間はなんとかアラームボットで稼いでいます。中に入っていきます。ゼファーサイドを取りました。クロウラスト1オン2、メデューサ対クロウ、またしてもこの2人。クロウフラッシュ受けます。手前にいるのが分かりました。負けず、これでマンチキンのフラッシュを奪いました。A 展開に切り替えますね。さらにシーカーが上がっていたマンチキンを落としたのは大きいでしょう。レータがさらにキルを重ねますが、センターで熱のキル。これで3対4、残り時間35秒、やや時間もなくなってきました。いや熱寄れてますけど、これあと30秒、1人目と時間稼いでいる。前どこかで見たぞこのシーン。時間稼ぎ成功だ。寄ってくる、ここだよ。メデューサとゼファー、寄る時間はできました。
ただここで2キル重ねた。あと10秒。ラストゼファー入っていく。フェイクだ。サイドを取った。フェイク。今度はゼファーだ。先ほどのネスがまだどうだ。残ってるのがでかいぞ。ネス大事なポジション。寄っていくリオン。パラノイアだ。入っているスパイクドロップ。素晴らしいリオンのパラノイアだ。ラズも対応した。ネスリオン合計3キル。もう時間ありません。ノータイムノータイム。いやー武器を持ってるレイター、ここはセーブか。ネストリオンで抑えました。予測もできます。パラノイア出ていきます。一人見えました。返しのフラッシュ、リオンのファーストキル。しかしラズのワンキルの取り返し。武器これ取れたんじゃないか。ここはレータのキルも並んでいます。3対3チャンスが出てきました。これチャンスが出てきた。ジュピター、フラッシュからパケチ武器回収か。スリフティ目の前。いやーレイタの立ち回りが良すぎる。19ラウンドでスリフティ。時間を稼いでいくでしょう。まずはネスのロックダウンからのスタート。クロウのハンターズフューリーはあります。ただあくまで解除のために使うでしょうね。そうですね。さあ音がしました。逃げられないぞ。ハーフまで行った。ハーフは行きましたね。しかし竹重のスプレー、3発目は誰も反応しません。あとはボディで行くだけ。先行は竹重、強引にパース。10対10並んだ。勇気、はい、情報をかき集めた。その戦術を練って来たぞ。 A 側に入っていきました。来ました。これ止まんないよ。ロックダウンからファーストキルはラズ。デファは時間稼ぎましたが、レーザーが抜きました。バース体力10残っていれば火力は 100% 出せます。リグロースの回復が入りました。わざと踊らせましたかね。ギリギリ逃げようと思って捕まっちゃいましたね。5対3。あ、こうなればアブソリュートシフターが圧倒的有利です。万全の状態での設置。ここ判断迷いますね。ここで勝負して次のラウンド辛い武器で戦うか。こういったラウンドでの歯車の狂いというのはジュピター見たことがありません。カウンター完璧ですね。しっかり人数かけて見ていきます。これがジュピター。しかしワンオンスリー、リオンはキープです。これでリーチがかかります。さあこれはわからない。ゴーン米のオーブのオペレーター。フラッシュ入ります。上からデファー、中にはメデューサマンチキン。4対2人数状況逆転を取った。オペレーター回収しました。ゼファーワンオフォーパケジェ1人目抜くことはできませんでした。11対12。ここも意地で取り返した。こっちも返している。エイメインもすごい打ち合いしてる。メデューサリコモルトが入っています。体力が15。レイタのワンキル、マンキルも返す。ラストメデューサパス。時間だ。接続リオン設置余裕ない。7秒近づくだけだ。フェイクだ。もう間に合わない。時間がない。クレイジーラ君オーバーだ。さあラストです。いいクレイジーラ君いった。ファーストキルはコックファー見えた。マッチキン、アイスランドが見えてきた。13本目はクレイジーラ君か。スパイクを設置。ワンオンファイブドローンで見られた。オオカミも飛んでくる。ドローンも飛んでくる。2発目ですよ。配置を変えました。いや上下2段組まれてます。これパーフェクト。ナノスワームも発動。パーフェクトラズ。ただバースは無理やり設置まで行きました。体力19。ナノスワームを置いて逃げていきます。ハーフまでいけるか。ここもカウンターのナノスワーム、中に入っていたクレジーラ君。面白いのがレータの位置。レータの位置が裏取りだ。正面での打ち合い。時間が稼げればレータ間に合うぞ。レータが裏から来る。追い込んでくる。レータが来た。ワンオンスリー一度レータマンチキン無理でしょう。誰も顔を出してくれない。時間はありません。ハーフも行ってません。最後はクローン。
ヒアリングミスあったぞ。占いでもあったのか。レーダー側面を取った。正面ではなく、おお、カバーが入った。ヤバサラブのカバー、しかし中にはもういる。バースが見えない、バースが見えない。上から見えた。さらにレーダー次切る。見えたよ。ありがとう。いった。4キル目は、もうタイムアウトは切れません。ただはい、注意しろ。確実に攻めれてフラッシュの開始。4のカバーが重要だ。4対5、当たってる。4対5、ネスいった。クレジア君、いや2、2個か。3対2、3対2。クローとラズが残っています。あと30秒。設置はまずできた。クロー体力13。どうだ。クラッチキングラズ打ち勝った。まずは1人マッチン。クレジラ君体力がない。アイスランドまでやっとしてる。あとワンキルだ。クレジラ君いっしゃー。するイメージがあるのはやはり B。 でも同じことを3回も使うわけにもいかないか。